はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本日はゆうぴかゲーム実況3周年を記念いたしまして雑談動画を上げさせていただきたいと思います。ラジオ感覚で聞いていただければ嬉しく思うのでよろしくお願いいたします。それでですね、ちょっと一人で喋るのも寂しいので今回は彼が来てくれています。はいどうもこんにちは、こんばんは、幸之助です。いやー3周年か、早いなー。早いねー、あっという間だったなというふうに感じているんですけど、本当にだ。ヨーダはさ、もう本当に初期から来てくれてるよね。そうだね、もう最初の頃がいるね俺。あれだね、バイオハザードのさ、リベレーションズの直撮りの頃がいたね。そうだね。でも直撮りって本当、まあ、今もね直撮りの動画上げさせてもらってるんだけど本当大変なんだよね、うん、そうだよ、机をね、うん、あのテレビの前に置いて、うんうん、で物を置いて漫画を置いて高さを出して、うん、でその上に携帯を置いて、うん、まあ画角調整して、うん、まあライトもちょっと反射してしまうんで、そうだね、部屋の電気を消して真っ暗にして やるっていう風にしてるんですよ。うん、そうなんだよ、うん、まあそういった苦労がね大変だよ大変な中で、まあ、いつも一緒にねヨーダもやってくれてるんだけど、うん、じゃあヨーダの中でさ、うん、まあ、ゲストで来てくれてる回でなんか印象に残った回とかこの3年間である、うん、印象に残った回か、うん、そうだね、ね結構昔なんだけど、うん、ビルダーズのさ2、うん、実況の時に、うん、クリスマスで2人で実況したのあったじゃん。あったあったあった、男2人ってやつ、うん、男2人でね、うん、なんだっけか、オッカムルだ、あ、そうそうそう、うん、あのゴーレムか、ゴーレムのところで、はいはいはい、撮ったやつなんだけど、うん、あれでね一番印象残ってる。おお、なんで、うん、俺がね君に、うん、無茶振りされて、うん、アテレコされたんだよ。ゴーレムのアテレコさせられて、うん、でそれがね、うん、よく覚えてる俺は。あったね、うん、あった。いや珍しいでしょヨーダが読んでノリノリでアテレコするの。そうなんだよね、あの時まあ生放送だったってもあるけど、そうだね、僕は結構なんかノリノリになっちゃってやってたんだよね、うん、さクリスマスだしね。そうで、うん、あれがね結構覚えてるんだよ。おやっぱね頭に残ってんだよ。あの回ぐらいじゃないヨーダがああいうことしたの。そうだね、あれ以外はほぼしてないですね。ねえ、うん、でしかもあの動画さ、うん、結局あの始まりのとこから、うん、その毎週、うん、俺生放送来るようになったんだよ。ああ確かにそうかも。うだからあの動画はね結構節目なんだよね俺。あそうだね、うん、あれから、うん、結構土日撮るようになったんだよね。そうそう、うん、だからわざわざ来て2時間とか撮ったりとかするようになったのはその頃からですね、うん、だから俺の中で一番残ってるのはそれです。うん、じゃあ君の方はさ、うん、なんか俺と撮った時でもいいけどさ、うん、まあ、自分の時でもいいけど、うん、なんか印象残ってないの？一番印象になってる。そうだね、まあ俺が印象に残ってるっていうと、まあ、直撮りの動画で、うん、剣豪2かな。結構最近だな。まあそうだ、結構最近っちゃ最近だね、うん、この歴史の中で考えたら。そうそう、しかもあの時確かバグってなかった、ね、バグった俺も笑ったけどさ、あれすっげえバグったんだよね。バグってたね、うん、PS2 ならではの感じだったよね。そうでも確かあれぐらいじゃなかったっけ、うん、あのぐらいから、うん、なんか結構プレステ2の方のさ、うん、レトロ実況するようになったよね、うん、そうだね、ヨーダを呼んでレトロゲームやろう、うん、っていう風になったのはあのあたりからかな。なんだっけか、お前に買ってもらったさ、うん、バーチャファイターとかもさあのぐらいからやったしそう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 、サムライウエスタンだって、うん、まあ前から前もやったけど、うん、あのぐらいから、まあこの前撮ったし、うん、やろうねってなったね。そうそう、あのぐらいからだよね、やっぱレトロ実況。そうだね、両方ともバグったけどね。バグってた、うん、めっちゃバグってた。そう、うん、ね、レトロゲームやるとね、やっぱ大変なのが、うん、まあ、さっきも言った話もそうなんだけど、うん、まあ、ヨーダ自身はね一緒に行ってるからわかると思うんだけど、うん、僕のいとこの家にわざわざ行くんですよ。僕スマホから撮った動画をアップロードするために、うん、で Wi-Fi がね2本ぐらいしか立ってないんですよね、家の中じゃないから。そうでこの寒空の下スマホ片手に
天にね手をかざして、うん、でアップロードしてるっていうね異様な光景なんですよ。しかも夜中大体12時過ぎですから。そうなんだよ、だからもう、ね、うん、完全に不審者だよ俺。不審者なんで、不審者といえば、うん、この間さ、ようだとサムライウエスタンやった時に、うん、謎の車入ってきたじゃん。あったなーってか、あれかで、謎の車の持ち主が実は俺のいとこで、うん、で俺たちはいとこが車乗ってるの知らなかったんだよね。新しい車買ったらしくて、うん、俺もね完全知らないからね、うん、でこっちとしてはね、うん、なんか変な車入ってきたんだけど、やばいやばいやばい、隠れろ隠れろみたいな感じで、そうだよ、壁からひっそりとね覗いてみたりとかして、うん、やったら向こうも向こうで、なんか家から帰ってきたら、あ、仕事場から帰ってきたら不審者いるんだけど、やばいどうしようってバカビビってたらしくて。そりゃビビるでしょう。で牽制し合ってばっかゆっくりと行ったら、うん、あ、なんでお前かいみたいなね。そうだよ、もう完全に俺たちが不審者だ、ね、まあ俺たちが悪いんだけど、俺たちが悪いよ、俺たちがそう。でもさ、うん、サムライウエスタンというゲーム2年前にやった時にも言ったんだけど、うん、サムライウエスタンって、うん、いとこが俺に買ってきてくれたんだよね。ああ、そう、その売ってたじゃん、うん、確か。でそれを2年ぶりにじゃあ日やろうよってなって、うん、でちょっと遅かったんだよね時。そう、1時半とかで。そう、なんかもう深夜だったんですよね。そうそうそう。でちょうどいとこが帰ってきたんだけど、うん、あそこでもし俺たちがサムライウエスタンをやらずにあそこにいなかったら、うん、いとこあれ家鍵開いてなくて、うん、この寒空の下車中泊だったんだって完全に死ぬだろ完全に死ぬよね。だから俺がいたからまま止めてあげたけど、うん、本当にそういうなんかね、2年後にそういうのが返ってくるんだなっていうかさ、うん、いとこがやってくれたことが返ってきたみたいな、うん、すげえ運命だわ。運命だよね。怖いわ。うん、まあそんなこんなでね、3周年目ということなんだけど、まあ、本当に始めたばっかの時からね、うん、見てくれてる方とかもいて、でたまにね、うん、リプとかコメントとかもやっぱりくれる人がいて、で最近だと結構頻繁にね、コメントにもコメント欄にもコメントしてくれたり、ツイッターのリプで見たよっていう声をかけてくれたり、うん、で、まあ、あとさらにね、もっと最近だと初コメですとかっていう初めてコメントしてくれる方とかがいて、やっぱ初コメって結構勇気いると思うんですけど、そういうのをねこう乗り越えてコメントとかしてくれて、まあ、僕本当にこれ見てるよっていうのをこう視聴者さんに言ってもらえるのがすごいやっぱり励みですし、それがこの3年間続けてこれた理由だと思うんですよ、うん、なるほど、うん、だから、まあ、これからもね本当に そういった言葉を励みにね、頑張っていこうかなって思ってます。はい。そういや今ってさ登録者何人ぐらいの？ね、非表示にしちゃってるんだけど210何人今。結構いるな。おお、うん、そうなんだよ、うん、いやだって200人でしょ、うん、前って確か150人ぐらいか。そうだね、そこら辺でちょっとずっと停滞してる感じだったかな、うん、じゃあ次はさ、うん、300人だ。おおそうだね、うん、また300人とかそういう節目になったらね、うん、こういう感じでまた動画で皆さんにねありがとうって言葉を伝えたいなとは思うんですけど、うん、まずねこれからまたね、いろんなゲーム今やってますので、うん、それを皆さんに楽しくやってる姿を見ていただいて、うん、でたまにねまた来れる時でいいんで、はい、ヨーダの方も来てもらえるとありがたく思うよ。そうか、なるべく来るよ俺も、うん、それこそ来たせてもらえ。そうだね、むしろ来たせてもらえ。いやいやいや、まあ、いつも来てもらって本当に助かってるんだけど。あ、いやいやいやまあじゃあそんな感じでね、うん、本当にとにかくもう見てくれてる方に感謝の気持ちを込めて今回の動画は上げさせていただきました。これからもぜひゆうぴかゲーム実況よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はここで終わりましょうか。そうですね、じゃあご視聴ありがとうございました。